昭和55年台風第19号は、1980年10月に日本に接近した台風である。前線の影響もあり、九州から四国、近畿、東海にかけて、強風や大雨による被害が生じた。進路図1980年10月4日に、カロリン諸島東部で台風19号発生。台風は北上し、7日頃には、 マリアナ諸島付近を通過した。この頃までは中心気圧990から1000ヘクトパスカル程度の弱い勢力であったが、8日頃から急速に発達し始め、9日には特に急激に発達し、同日3時には中心気圧930ヘクトパスカルであったものが、同日9時には中心気圧890ヘクトパスカルの記録的な勢力となり、 わずか6時間で40ヘクトパスカルも気圧が低下した。9日15時に沖ノ鳥島の南東で勢力がピークに達し、中心付近の最大風速は秒速60メートルに達した。台風はその後も900から920ヘクトパスカル程度の猛烈な勢力を維持して北上し、12日には沖縄県宮古島の東約70キロメートルの海上に達した。 そして沖縄付近を通過したが、その際の勢力も、中心気圧925ヘクトパスカル前後で非常に強かった。その後は東、シナ海南部を北上して、14日には日本の南岸沿いを東北東に進んだ。台風が北上するにつれて、日本の南岸に停滞していた前線の活動も活発となり、九州や四国では12日の夜半頃から、 雨が強く降り始め、13日や14日は、関東以西の太平洋側の地域を中心に大雨が降った。ありがとうございます。